吹かせ釣り、どんなことを心がけたらいいかやろ。群れが釣れない時とかの対処法の勉強にもなった。熱い気よと思ってよ僕的には夏なんで行くかって言ったら、うん、なんかもう嫌になってくるな。はい、皆さんこんにちは、おなが60研究所、久々にやってきました。司会のタカです。こんにちは。クニアンです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。クニアン、ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。スタジオ撮影ということでちょっと久しぶり長いけど、ね、で本来ならば今日クニアンと2人でね、うん、一文字って地釣りでもしませんかということで、うん、お誘いしてたんですけど、あまりにもちょっとなんかねダウンしてみて、弱い男やけど、弱い男や。クニアンは全然我慢で全然平気やけどね。先週も言っとってね、先週というか日曜日ね、日曜日か、日曜日暑い時に磯上がって、うん、よー釣れたね。えもうおきつの磯最高や。おきつにちょっとですね、おきつね、皆さんにもね、クニアンとおきつで行った姿をね、皆さん全国の皆さんにお見せしたいんですけど、なんせ暑い気と思って、いやなんせ楽しかった、楽しかったよう釣れる。まああんま大きないけどね、うん、30から41ぐらいまでの口元をなかった。僕のハエでは4人で20枚ぐらい。20枚、うん、もうなんかもう嫌になってくるな、なんか悲しいなってくるね僕。そうですかなんでなんで。いやもうなんかね全然釣れんというか、このなんていうの、いや狙う魚がね、いや、やっぱ60なんでね、違う、運で仕方ないで、それは。いやいや、かぼってくるんで我慢気を僕ね、ここね採用されるかどうかは分からんけどね、言い訳したい、うん、撮影する時だけ長生き。ええ撮影しゅう時が釣れん長生き。はぁ、いやまあまあ釣り長生き本当に。へぇもうね、多分ね、このツッチュ初めて、おなが60研究所もまたクニアンとやりだして、うん、僕ね、多分釣ってないと思う。見たことないもんね。もう仕方ないって、やっぱ行くエリアがね、やっぱ厳しい、難しいとこなんかやけんね。水島、ね、ウグロ。でも楽なとこ行きたい、クニアン。楽なとこ行ってみたい。行こうよって誘ったに暑い気よと思ってよまあね、そういうことでクニアンは年から年中、僕は暑い気っていうがで、お休みする期間が結構長くて、でこの暑い期間はどっちかと僕は川の方にね、あゆ釣りに行ったりとか ねして、でこのシーズンをだいたい10月の半ばぐらい、だいたいグレが始まるシーズンが、うん、に向けて時間を過ごしていく、なんかこう1年間のこうタイムスケジュールがあるんだけど、シーズンインする手前、うん、これでなんかこう吹かせ釣り、なんかこうどんなことを心がけたらええがやろ。そうやね、いや、やっぱ吹かせ釣りって、うん、ずっと行きよったらその感覚がずっと保たれちゃうけどね、うん、やっぱ一月二月三月とか空いたら感覚がずれるけど、ね、うんうん、まあ夏になったら持つ竿がね、まあ鮎竿になったりとか、そうよね、ね、そうね、僕なんかそう、まああれやったら夜釣りでイカエギングとか昼のエギングとかね、短い竿になったり、ね、うん、やったりするけん、まあ、深瀬の竿を持ったりしたら感覚もね、やり取りの感覚とかもずれちゃうしね、うんうん、まあ簡単に言ったらまあ仕方ないわね、うん、シーズンに合わせたものを釣りようわけやけん、うん、まあまたグレーシーズンが始まったらグレーシーズンで、うん、ね、1回目はずれとってもまあね、もともとこうグレーというかね、磯釣りをやりよしたら感覚取り戻すが早いんでね、まあ1回2回でパッと感覚は戻ると思うけどね。なるほどね、うん、ただ僕的には夏ね、なんで行くかって言ったら、まあ、本格的にチヌ釣りをやりだしたんで、うん、まあ、チヌ釣りはチヌ釣りで、まあ、グレ釣り
の延長の釣りになるけん、グレが釣れない時とかの対処法の勉強にもなってる。そうよね、だから通じるところあると思うけど、具体的にもうちょっとあのみんな多分知りたいと思うがよ。孵化せずにする陣の狙ってね、うんうん、当然棚も違うし、仕掛けも道具もちょっと、ちょっとは若干変わるけども、この5メーターの竿っていうことであったりとか、2500番とか3000番のリールを使うっていうことであったり、あの深瀬の浮きもね、うんうん、あのよく見た形状だし、なんか通じるところがあると思うんだけど。そうそう、今ね、ほらねえ、グレズリーもよ、だん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 浮きがデコになって円筒円筒になってきて、まあそれは国屋が仕掛け中やけどね。まあねえ、ねえ、まあやっぱりね、僕円筒するからね、どん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 浮きもデコになっていきよって、うん、それプラスチヌズリーもでかい浮き使えるにゃ思いながらね、浮きもどんどんデコになっていきよけどよ、うん、まあそれもね、グレズリーだけやりよったらこのでかい浮きいうあれもね限られてきよったけど、もっとどん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 デコにしても大丈夫やってね、チヌズリーをやりだして思い出したしね。ああなるほど、うん、なるほど、そうか、うん、僕なんかだと例えば、オナガグレーでやるのに小さいほど感度がいいと、うんうん、だけど円筒が効きにくい、うんうん、で風が例えば鵜来島とかやったら福やか、ほんだらちょっと風に強いので重りの例えば 3B だとか 2B だとか、うんうん、あるいはちょっと大きめの僕のがの GI とかやったらオリジナルってやつがあるぐらいけど、10g 前後のやつ、それでもすごいでかい違和感があるんだけど、国屋の考え方はそうじゃなくて、あ、もう全然全然16グラムや18グラムやっていうところ、あ、20グラム、25グラムでも全然グレは普通に釣れるし、それはさっきも言ったみたいにそのチネ釣りをやりだして、あ、それでもいけるんだと。そうだね、あのグレ釣りしかやりよらん時には、マックスだいたい17とか18グラムやったらいけん、グレ釣りでも、うんうんうん、けどチヌ釣りを覚えて、チヌ釣りでもっと仕掛けを安定させてドンと、まあ、点で釣る釣りをやりたい時とかで、17g、18g でも結構大きい浮き長いけど、それでもやっぱりこう上滑りとか風に押されたりとかね、ポイントからずれるって思いよった時に、もっと浮きをドンと重めの浮きにして、下もドンと重めの仕掛けにしたらバシッと決まるのを思ってね、下を表にすることは上も表にせな、うん、もちろんダメなことやけど、太にせな、うんうん、ね、それで太にしてから今25グラムとか26、7、8とか、あ、そう、チヌ釣りで普通に釣ることよ、全然釣れる。18グラムの海岸があったりとかって、うん、あれは実はチヌ釣りから来たっていうところだったからね。もう大体チヌ釣りとかも入っちゃうけど、もともと円筒釣りいうからがね、狙ったポイントにストレスなしに、まあ、踏んで風が吹いても届かせるような浮きを作りたいいうので、大体まあ最初はもちろんね、 10g、12g がメインやって、 16g、18g ってちょっとずつ大きにしていきよったけどよ、それでも大きい浮きでも大丈夫やと思ったけど、一気に 20g とか 25g とか 3g とか、あの最近釣り具屋さん行ってもちょっとあの見た感じ大きくなっていくよね。チヌ釣りの浮きをグレ用に使う人がどんどん増えてくる、高知の釣り具屋さんの話ではそういう話をよく聞くね。やっぱり円筒釣りね、まあもちろんね、回遊性のオナガグレとかね、まあ回遊性の口太、んで普通の、まあ地についちゃう口太らでもだん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 こう磯についちゃうよりか沖に結構降り出したもんね。でそれはよく言うよね、クニアが、このシーズンオフの時に、まあそういうことを、まあ浮きのことをチヌ釣りで感じながら学びながらっていうことで、まあシーズンインを迎えるにあたってよね、でまあこれはクニアから参考にして、まあ全国のね視聴者の皆さんに何かヒントになればいいなと思うことが、まあそうやね、あのまあヒントというか、まあ、とりあえず、寒のグレシーズンだけの釣りをやりよるよりかは、夏の磯釣りでグレを狙うたり、まあ、チヌを狙うたりしたら、寒い時の時期に得られん情報も夏の暑い時にやったら、その情報が得られる時もあるね。まあ言うたら餌取りのかわし方、はいはいはい、なるほど、まあ、餌取りが多いや、夏は。なるほどなるほど。その中から両型を出すような釣り方ね、であとはもう軽い仕掛けじゃもちろん攻めぬくいけんよ、
餌取りが多いけ、うん、重たい仕掛けでドーンと落としてやるいう釣り方の試し釣りもできるしね、うんうん、ということは国庵はあのつまりがあのグレを始めるまでにこう死ぬから結構、ま、あの学ぶというか、まあ、試してみてるというか、うん、いうことが多いってことでええんかね。なにグレ釣りだけをやるようがじゃなくて死ぬ釣りもやったら、うん、釣り方がね、まあ、高知は特にね、うん、案外こう深い棚で死ぬを食わすいうイメージがイメージというか釣り方が多い。いや僕もそう思う、うんうんうん、まあ瀬戸内の方行ったらね死ぬがこう浮いてくるけんよ、うん、ゼロの深瀬で浅い棚で釣るいう釣り方もただあるけどね、高知県とかあんまないけんね、大概そこの方で食わすいう釣り方をイメージしながら釣る釣り方やけんよ、うん、あのねグレが食いしぶりの時に深い棚狙うやんか、はあはあ、チルズリをやりよったらね、はいはい、その狙い方通りでやったらグレが食う時ある。はいはいはい、うん、なるほど、そういうところはもうチルズリを始めたら勉強になるし、なるほど、うん、深釣りのグレの釣り方の勉強もなるしね。なるほどなるほど、うんうん、下り際とかよ、うん、ね、うん、沖の深い駆け上がりとかよ、うん、ね、そういうところを狙うにもチヌ釣りはそういうところを狙うけんよ。チヌは潮を釣るよりかその地形を釣る釣りやけんよ、うんうん、グレが食いが悪い時に潮にグレがついてない時はやっぱりそういう、ね、障害物釣らないから狙ってかないかはね、ね、狙わないかんやが、うんうん、チヌ釣りでその狙い方を応用しながらグレ釣りをに持っていくことができるけんね。なるほど、練習しながら応用するか。これはその通りだ、うん、勘の食いの渋い時のグレの大切な一、ね、匹を拾ういう釣り方に持っていけるね。深いところを狙っていける、うんうんうん、国はそのどんな情報を得てグレ釣りを始める、あるいはこの見てくれる人たちが、うんうん、あそういう情報の集め方でシーズンインを国見さんはしてるんだというところなんか、あ、だいたいね、うん、あのグレってだいたい夏場って深場に落ちるけんね。夏場が気温も暑いし、うん、太陽も強いけん、うん、表面水温なんか上がるやん、うん、上がりすぎたらよ、うん、やっぱり浅いところやわよ、うん、で水温が上がるけん魚もいずれになるけん、だいたいこう深いところに深場に落ちていくわけ、グレも夏場、はあ、夏場は、うん、でだん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 こう水温が安定しだしてからだん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 こう深いところから餌を求めて浅いところに来るけん、うんうん、で 磯でグレが釣れ出すわけ、うん、で夏場はやっぱ深いところにおるけん浮いてこになるがあの時が多いけん、うん、で深場深場と落ちていって深い棚をどん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 狙わない感じになる時もあるわけどね。ということはシーズンインの状態は上がってくるところを狙ってくるってことやのか。あの上がってくる来やすいようなところをねまず考える、考えるの僕は。もうんじゃけん大体河口近く水温がこう落ちやすい方よね。落ちやすい方がグレはやっぱりこう先にこう浅場にこう入ってくるけんね。じゃけんまあたら高知県で言うたら四万十川のある梨市とかよ。梨、うん、その足摺岬の東側とかよ。足摺岬、川が川の水が影響してくる、ね、うん、水温が下がりやすいと、うん、でシーズンインが早いわね。あは、なるほど、うん、でまあ、おきつもね、まあ、島とかがおきつも川河口があるけんよ、うん、ね、結構安定とか水温落ちるが早いけんよ。食い出すのも早いと。早い、おきつは早いね。でまあおきつはまあ年がら年中食うけど。あ、ほんと、うん、うん、でまあおきつ梨市ね、それ言うと足摺、うん、周辺から僕は大体攻める。この河口近くっていうのは結構これはあのグレ釣りする人なんかよく知っちゅう話ながらか。あ、結構高知は河口近くってあの四万十川の影響を受けやすい梨とか、うん、足摺岬は案外知っちゅうがない。これどこの県も同じよね。水温だから深いところに潜って、うん、水温上がってくるために下がりやすいところの方がこう早うに釣れ出すわね、やっぱり、うん、いうがあれやせんろうと思うけど、一つは河口と、うん、それから風はどうやろうね。風も水温だいぶ関係すると。いや風はあの何か北西が吹かな水温を下げてくれんけん、ね、だから北西が吹き出す11月半ば、うん、12月ぐらいからだん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 他のエリアらが水温下がってきて、うん、
あのグレーシーズンを迎えるみたいなね。まあこれは釣りの話を国庵といつも週ぐらいやけどね、皆さんね、うん、国庵がやったことない釣りとか、うん、それから国庵が今後これやってみたいなっていう釣りをね、僕ねあんまりそんな話したことないんですよ、うん、これをねちょっと国庵に聞いてみたいなと。まあやってみたいよ、タカちゃんのおごりで外国行って GT 釣ることかな。どっかのテレビ番組でボソボソっとテレビ番組でやりよったようなやつあったね。なんか真っ黒に焦げたおんちゃんが2人で釣りなんかあれやなかったっけ。あれもそうやけどね、やったことない、まあ、GT 釣りはないね。いや僕もないがよ。貸し船でやるがやろうか、チャーターでやるがやろうか、何かね、でかい船になるクルーザー。あー、クニャン。いやいや、これはちょっと夢ない。やってみたくない。俺それに一回やってみたいと思ったかって、うん、あれ面白いと思うで。いやこれ視聴者の皆さんにねコメント欲しいよね、どこがいいよとか。これはちょっとやりましょうよ、クニャン。こうでよ、道具。道具レンタルだよ。レンタル、レンタル。レンタル。レンタル。タル買うまではね、レンタル。え、あとは。まあ話はでもなって、次はちっちゃなるべでよ。いや、あれやったことない。あれ。今あの運でやるよ。タイラバ。タイラバもない。ない。でっかい話からこんなになったけんだよ。こんな紐から。これはけど早速やろう。だったら。天野はあるけどね。タイラバ。あ、天野がある。けどタイ狙いでね。タイ。皆さん、国庵タイラバないんですって。簡単やのにね。タイラバ、ね。やったことないんですって。もう俺が教えちゃおう。僕ね。ほら、タイラバやったらよ、うん、海の魚が全部おらんなったらいかない。もうそれで勝負したら僕ね、自信あるな。ほんで、クニアンは初めて焼き、手巻き、うん、僕は電動焼き。せこいね。さあ、クニアン、そしたら最後に今シーズン暑いけど、頑張ってクニアンを釣り行っていただいて、はい、僕はシーズンインをですね10月にしますんで、10月やね、はい、その間一回川遊びでも手長エビ釣りでもどうでしょうかね。あ、これ地合いでやろう。地合いでやろう。これやるからね、これでね。一回川遊びに付き合ってもらいたいなと。次の撮影はね、バーベキューもやろう。バーベキューもやってみましょう。ということでまた、皆さんにまたお会いする時が来ると思いますんで、うん、今日は本田君ありがとうございました。どうもありがとうございました。で皆さん、ではまた、バイバイ。動画をご視聴いただきありがとうございました。面白かった、明日釣りに行きたいなと思っていただけた方、チャンネル登録、高評価、ベルマークの登録をよろしくお願いします。またインスタグラムやツイッターやっていますので、SNS のフォローもよろしくお願いします。